目を終了しました。4日目の、メインの最終レースゴールデンレーサー賞なんですけれども、深谷智博が上がりタイム10秒7、金子隆にもこのところ最近ぴったりつけていて、もちろん刺すレース多かったんですけども、ちぎれましたね。ちょっとまあ少し内側から絡まれるような形でもあったんですが、ちょっとそれがなくても今回深谷がちぎっていたかなという、ものすごい加速でした。深谷仕上がってるなというのがはっきり分かりました。こういう時は、連勝で勝ち上がるとマークがきつくなるので、深谷は結構失敗するケースが多いんですけど、もうそれは頭にも入っておりますので、深谷はしっかり準決勝、突破してくれるでしょう。そして今回の注目、また別でしていた千葉指定コンビ、中村宏と根田隆なんですけども、1次予選2次予選別、準決勝これは一緒でいいんじゃないかなと思うんですが、人間ドラマ競輪、何のために人間が血を通わせて一生懸命選手になる前から指導してきた、一緒に毎日汗を流して、こういう2人を、準決勝一緒の列できないかなという悔しさもちょっとあります。その中でですけれども、ここの、9レースですね、ガールズコレクションもあり、準決勝3個、5日目の名古屋ダービーになります。準決勝を予想していきましょう。準決勝11レース並びは、2番5番菊池慶勝に伏見敏明、7、9、3、河村浩二に村上義弘、稲川翔、6番1番竹内作に金子隆、4番8番根田隆に内藤秀久。大激戦、もちろん金子隆に任された竹内優作、やることは一つ何とかして金子隆を決勝に導く、川村浩二も後ろが村上義弘、稲川翔、容易に竹内を逃がすだけではなく先行、菊池慶勝は位置取りになりますね。金子の後ろ初手からいるか、流れの中で金子の後ろキープ期待したい根田隆、もちろん組み立ては先行ですね。そこで、ただもがき合いになること可能性が高いので、ポイントをしっかりつかむ、根田、そこで一周かましぐらいになればもう一人でぶっちぎる可能性もあると思っています。大混戦、連の中心は金子隆になるんですけれども、混戦、そして、安定感のある菊池慶勝、突っ込んでくる稲川翔、そして魂の走り村上義弘、意地で突っ込んでくるのではないか。最後の最後は1、2、3、4、9、この5社の絡みと見て、5社ボックスで狙いたいと思います。準決勝10レースは牛山貴博に任せる武田豊樹、そして日体大成田和也のコンビ、秋元優太に稲垣といって、この10レースは大激戦も大激戦ですね。非常に難しい。12レースは平原が中段をキープする流れになりそうなんですけれども、深谷のパワー、深谷に村上博之という形で、深谷、村上博之、平原、この辺の争いに九州勢、吉本、拓司、井上、正樹どう絡むかなというところ、深谷からやっぱり狙うのは狙っていきたい。そして9レースがガールズコレクション、グランプリのメンバーと同じということなんですけれども、今回グランプリでも狙った山原さくらから狙おうかなと思っています。名古屋今回非常に先行が残っていますので、一周弱を山原が仕掛けるところなら四角先頭で立ってくれば逃げ切るんじゃないかなというのを期待して、山原さくらを推奨して、狙いにしたいと思います。